ギリシャ共和国、通称ギリシャは南ヨーロッパに位置する共和制国家。2011年国勢調査によるとギリシャの人口は約1081万人、面積は日本の約3分の1である。アテネは首都及び最大都市であり、テッサロニキは第2の都市及び中央マケドニアの州都である。ギリシャの地理はヨーロッパの南東端にあり、 アジア及びアフリカとの交差点にある。バルカン半島南端に位置し、国境は北西にアルバニア、北に北マケドニア共和国と、ブルガリア、北東にトルコと接する。同国は9つの地理的地域からなり、マケドニア、中央ギリシャ、ペロポネソス半島、テッサリア、イピロス、ドデカネス諸島及び、キクラデス諸島を含むエーゲ海諸島、ニストラキア、 クレタ島、イオニア諸島がこれに該当する。本土の東には、エーゲ海、西には、イオニア海、南には、地中海がそれぞれ位置する。同国の多数の当初のうち227島には、居住者がおり、海岸線は、全長13,676キロで、地中海盆地最長かつ世界第11位である。国土の80%は、山岳地帯であり、 オリンポス山は2917メートルで、同国最高峰である。ギリシャの国民国家は、オスマン帝国からの独立戦争後の1830年に建国されたが、同国のルーツは、全西洋文明の発祥地だと考えられる古代、ギリシアの文明に遡る。ギリシャ自体は、民主主義、西洋哲学、近代オリンピック、西洋文学、歴史学、 政治学、主要な科学的及び数学的原理、悲劇や喜劇などのドラマの発祥地である。ギリシャの文化的、技術的異業は世界に大きな影響を与え、アレクサンドロス大王の遠征を通じて東洋に影響を受けヘレニズムが形成され、ローマ帝国やその後の東ローマ帝国への編入により、西洋に大きな影響を与えた。 現代のギリシャ人のアイデンティティはギリシャ政教により形成されギリシャの伝統はより広範な政教会に伝播したギリシャの豊富な遺産は17件の世界遺産数にも反映されヨーロッパや世界でも有数であるギリシャは民主主義かつ先進国であり先進的な高所得経済高度なクオリティオブライフ高度な生活水準を有する一方で 数多くの資格や許認可が政治家に委ねられている構造を背景に、賄賂や汚職、脱税が横行しており、汚職指数はヨーロッパの国家の中でもイタリアと並んで高いレベルにある。ギリシャ危機に象徴される根深い経済問題に悩む。国際連合原加盟国であり、欧州連合の前身である欧州諸共同体の10番目の加盟国で、 2001年以来、ユーロ圏の一部である。その他多数の国際機関の加盟国でもあり、欧州評議会、NATO、OECD、OSCE、WTO がこれに該当する。ギリシャは、世界有数の海運国及び、観光立国であり、バルカン半島最大の経済規模を有し、重要な地域投資国である。 公式名称はギリシア語、ラムダラムダイタニューヨタカッパデルタイタミュー、カッパロアルファータウアルファー、エレニーキーダイムクレーシャイレニチティモクラティエエエリニキディモクラティア、英語、ヘレニックリパブリック。ギリシア語、ラムダラムダデルタアルファー、ラタエラダは、古代ギリシア語、ラムダラムダヘラスに由来する。ヘラスは、ホメーロスでは、テッサリアの一都市、または、 プティア地方を指すに過ぎなかったが、後にギリシアそのものを指すようになった。西洋の諸言語は、ラテン語、グラエキアに由来する形を持つ。グラエキア自体は、グラハシーの土地という意味で、これ自体古代ギリシア人の事象の一つ、ガンマローアルファイオタカッパグライコイの釈用である。これも本来は、ギリシア全体ではなく一地方名であったらしいが、それがどこであったかは、 よくわかっていない。ローマ人はこの語をエトルリア人経由で借用した。中東の諸言語での呼称例えばアラビア語のヘブライ語のトルコ語のユナニスタンなどはすべてヨニアに由来する。日本語による公式名称はギリシャ共和国で通称はギリシャまたはギリシア。国会の制定法や外務省及びギリシャの在日大使館のサイトでは ギリシャと表記される一方、人文系の世界ではギリシアと表記されることが多い。ギリシャあるいはギリシアという名称はポルトガル語グレーシアに由来し、古くはゲレシアと言ったが、明治以降にギリシアに変化した。中国語ではギリシャと表記するが、これは古代ギリシア語ラムダラムダに由来する。日本語での漢字表記も同じくギリシャで略称は 稀となる。アルカイク期におけるギリシア領及び植民地アテナイのアクロポリスにおけるパルテノン神殿は古典ギリシアの最も有名な象徴の一つである古代のギリシャはアテナイ、スパルタ、コリントス、テーバイなどの多数のポリスが各地域に成立しておりギリシャ全体としては言語、文化、宗教などを通じた。 緩やかな集合体で、マケドニア王国に征服されるまで、ギリシャ統一国家を形成することはなかった。政治的に独立していた核ポリス間では、戦争が絶え間なく、繰り返された。紀元前5世紀に、アケメネス朝が地中海世界に進出してくると、核ポリスは、同盟を結び、これに勝利した。しかしその後、アテナイを盟主とするデロス同盟とスパルタを盟主とする、 ペロポネソス同盟とで、ギリシア全体にわたるペロポネソス戦争が勃発し、ギリシャ全体が荒廃し勢力を失った。紀元前4世紀半ばに、マケドニアのピリッポス2世が、カイロネイアの戦いに勝利すると、ギリシャ諸ポリスはマケドニアを名手とした、ヘラス同盟に属することとなる。ギリシャ人は、アレクサンドロス3世の東方遠征に従軍し、 長年の宿敵ペルシア帝国を滅亡させた。ペルシャの傭兵となったギリシャ人がいたが、彼らは裏切り者として奴隷にされた。大王子後、マケドニアを支配したアンティゴノス長と対抗。この時期にピュロスラが活躍した。やがてアカイア同盟を結成して、共和制ローマと手を結ぶ。マケドニアの没落後は、ローマと対決したが、紀元前146年に、 ローマ軍に敗北、コリントスの破壊とともに、ローマ属州アカヤとされた。古代ギリシアは民主主義の原点であった。395年にローマ帝国が東西に分裂した後は、ギリシャ地域は東ローマ帝国に属した。7世紀以降の東ローマ帝国はギリシア語を公用語とし、 皇帝をはじめとする支配階層もギリシア語母語とする民族が中心となっていったが、彼ら自身は自分をギリシャ人とみなさずローマ人と称した。東ローマ帝国はギリシャ民族の歴史の一部と捉えられている。なお、東ローマ帝国をギリシャ化したローマ帝国と捉える研究者もいる。ただ、東ローマ帝国の中心地は、 アナトリアトラキアマケドニアであり、現在のギリシャにあたる部分は、スラブ人の侵入と移住、アラブ勢力の来襲やブルガリア帝国や、ノルマイ王国といった外部勢力の攻撃が、相次ぎ、帝都コンスタンティノープルからは、辺境地域とみなされていた。1025年の東ローマ帝国1204年に第四回十字軍によって、コンスタンティノープルが占領されて、 東ローマ帝国は崩壊し、ギリシャにも十字軍が侵入してきた。十二世紀末のコムンネノス王朝末期以降、東ローマ帝国は内部崩壊を起こして国政が混乱していたため、ヨーロッパ側に住むギリシャ人の多くは十字軍は混乱を収め、安定をもたらすものとして歓迎した。このため、アテネ公国などの多くの十字軍国家が成立した。 他には、東ローマの亡命政権である、エピロス先制公国や、ブルガリア帝国、セルビア王国、また、都市国家、ベネツィアなどが拡挙するようになった。アナトリアに逃れた、ギリシャ系の東ローマ帝国の、亡命政権2カイア帝国により1261年に、東ローマ帝国は再建されたが、以前より力が弱体化していたために、 ギリシャ全土を奪回できず、諸勢力の拡挙状態が続き、その隙をついて、ギリシアやアナトリでは14世紀以降、イスラム王朝のオスマン帝国が勢力を伸長させていった。1453年のコンスタンティノープル陥落によって、東ローマ帝国はオスマン帝国によって滅ぼされ、残る諸勢力も15世紀末までには、ほとんどが、 オスマン帝国に征服された。オスマン帝国はコンスタンティノープルに占とし、369年間のオスマン帝国による統治が続いた。一方で、オスマン帝国に支配されなかった地域もある。東ローマ帝国滅亡後も、イオニア諸島は1797年までベネツィア共和国の領土であり、その後も1800年にイオニア七島連邦国。 1815年にイオニア諸島合衆国が成立している。その他にも1669年までのクレタ島、1686年から1715年までのペロポネソス半島もベネツヤ領であった。ギリシャ王国の領土変遷1821年にオデッセイにおいて創設された秘密組織。 フィリキエテリアを中心として、オスマン帝国に対する反乱が企てられた。3月に、ギリシャ各地の都市で放棄が起こり、ギリシャ独立戦争が始まった。エジプトの助けを得て、これを鎮圧しようとした、オスマン帝国に対し、A、フツ、ロガ、介入。1829年、アドリアノ・オープル条約によって、ギリシャ独立が承認された。1832年、 バイエルン王国の王子ヨットを、オソン一世として国王に据え、ギリシャ王国として独立し、コンスタンティノープル陥落以来379年ぶり、古代ギリシャ滅亡から考えると、約1900年ぶりにギリシャ人の国家が復活した。その後は反ギリシャ主義を標榜し、1897年にはトルコに侵攻し敗北するも、 第一次世界大戦直前の1912年から1913年にはバルカン戦争で勝利しクレタ島をトルコから奪取した。1919年のパリ講和会議では日本の提出した人種差別撤廃案に賛成するなど反人種差別を表明した。1919年から1922年にセーブル条約を押し付けるため、 ギリシャ系住民保護を名目にアナトリアに侵攻したが、ムスタファケ・マルパシャが率いるトルコ軍に敗退した。1924年にクーデターにより共和制のギリシャ第二共和制となるが、1935年には王政が復活し、国王ゲオルギオス2世の強権発動によって、極右政党党首イオアニス・メタクサスが陸軍大臣に任命されていたが、 1936年4月12日に暫定首相デメルジスが死去したことに伴い首相に就任。1936年8月4日にメタクサスがクーデターを起こし8月4日体制と呼ばれる独裁体制となった。第2次世界大戦では数軸国と敵対しナチスドイツ及びイタリア、ブルガリアの侵攻に遭い戦いの最中に メタクサスが病死、王室と政府はイギリスに亡命した。1941年4月のギリシャの戦いに敗れ、ギリシャ本土はドイツ・イタリア・ブルガリアの三国による分割占領状態に置かれ、傀儡国家ギリシャ国体制になった。大戦中、占領軍に対するレジスタンス運動を主導した共産主義左派ギリシャ共産党に支援されたギリシャ、人民解放軍。 対立する、反共共和主義者の、パルチザンギリシャ民族共和同盟の三つどもへの、戦いとなった。さらにナチスによるロマニオットやセファルディムに対する、ホロコーストが行われた。ギリシャが、数軸国軍から解放され、亡命政府が帰還した後、1944年12月3日に12月事件が、起き、共産主義左派と、王統派派の間で対立が、 戦英化すると、1946年には、ギリシャ内戦が勃発した。ソ連と、隣国ユーゴスラビアに支援された、共産勢力が、ギリシャ民主軍というゲリラ部隊を組織するが、戦後の財政難に苦しむイギリスに代わって、アメリカ合衆国が、ー・ハ派派政府の全面的な支援に乗り出したことと、1948年以降、ユーゴスラビアとソ連が対立し、 ギリシャの共産勢力はソ連を支持したため、ユーゴスラビアからの援助が失われ、内戦は1949年に共産主義勢力の敗北によって終結した。1950年に行われた総選挙の結果、保守連立政権が発足するが政局は安定せず、翌年に選挙制度を最大与党に有利に改正して、行われた選挙によって、ようやく政局は、 安定した。1952年に北大西洋条約機構へ加盟。1953年に隣国のユーゴスラビア及びトルコとの間に三国親善条約と同盟条約が結ばれ、外交的にもようやくの安定を見た。1950年代の後半になるとキプロスをめぐってトルコとの対立が激化するが、 ギリシャ自体は順調な経済成長を続け、1951年から1964年の間に国民平均所得はほぼ4倍になった。国王と対立した首相コンスタンディノス・カラマンリスの辞任をきっかけに総選挙が行われ、中道勢力と左派勢力が躍進。一旦は中道連合を率いるゲオルギオス・パパンドレウが首相に任命されるが、 他党との連立を拒んだパパンドレウは、再び総選挙を行い、1964年、中道連合は過半数を獲得した。パパンドレウ政権は、教育制度改革等の内政面で功績を挙げるが、軍の制度改革に失敗してパパンドレウは、国王コンスタンティノス2世によって、首相辞任を要求された。国王は、アメリカ合衆国の支援のもとに、 中道諸派の連合による新政権を確立させるべく、1967年、総選挙を準備した。しかし、選挙の結果中道派政権が確立されることによる発言権の低下を恐れた軍部が、陸軍将校、スティリアノスパッタコス准将、ゲオルギオスパパドプロス大佐、ニコラオスマカレゾス大佐を中心として、クーデターを起こし、結局アメリカが、 軍部の独裁体制を容認した。結局、反クーデターに失敗したコンスタンティノスは国外へ亡命した。1968年には憲法が改正され軍事独裁政権が確立する。軍部は国内の批判勢力に対して激しい弾圧を行い、前首相パパンドレーをはじめとして多数の著名人を国外に追放した。欧州各国からは、 軍部独裁政権に対して厳しい批判が向けられたが、ギリシャは、地政的に、ナト o の要であるとして、アメリカが、軍事独裁政権を擁護、支援したため、ギリシャに対して、実効性のある圧力が加えられることはなかった。1970年代に入って、ギリシャの国内経済が悪化すると、軍部の独裁政権に対する国民の不満が、増大し、学生による、 大規模なデモなどの抗議行動が活発化する。軍事独裁政権の主犯であったゲオルギオス、パパドプロスは大統領制を導入するなどの政策を行うが、国内経済が回復しないこともあって、国民の抗議行動は収まらず、1973年、学生デモ隊による大学選挙に対して、実力鎮圧を行った結果多数の死傷者を出したことで、 独裁政権の基盤が揺らぎ、パパドプロスの副審で秘密警察長官である、ディミトリオス・ヨアニディスがクーデターを起こし、パパドプロスは失脚した。その後、パパドプロス政権の閣僚であった、フェドン・キジキスが、名目上の大統領に選ばれて、軍部の独裁体制は続くが、1974年に、軍事政権が支援したキプロスでのクーデターは、 大統領マカリオス3世の身柄確保に失敗した。挙句、トルコ系住民の保護を口実に、トルコ軍がキプロス島に上陸する事態となり、海軍と空軍が陸軍と秘密警察に対して態度を降下させる。結果、軍事政権の中核を占めていた陸軍と秘密警察は孤立し、軍部の独裁体制は崩壊した。 このように政治的には混乱と弾圧の続いた軍部独裁時代ではあったがマーシャルプラン他の欧米各国による経済支援策と外国資本の積極的な誘致を背景に戦争とその後の内戦によって壊滅的な打撃を受けた国内インフラを復興させるための大規模な国内投資により戦後のギリシャ経済は 軍事独裁政権の崩壊まで非常に高い経済成長率を誇った。この高成長時代はギリシャの奇跡と呼ばれる。キジキス大統領は国内の諸政治勢力と協議してフランスへ亡命していたコンスタンディノス・カラマンリス、元首相に帰国を要請、帰国したカラマンリスを首相に指名した。1974年11月11日に行われた。 軍事政権崩壊後発の選挙の結果、カラマンリス元首相率いる新民主主義党が多数の議席を獲得して与党となり、次いで行われた国民投票により、君主制は廃止され共和制への移行が決定した。1975年には憲法が再改正され、1977年の選挙の結果左派勢力の伸長があったものの政局の 混乱は発生せず、ギリシャの政局は、以後安定化する。1981年に、欧州共同体の10番目の加盟国となった。1980年代には全ギリシャ、社会主義運動が選挙の結果過半数を確保して、与党となり、社会主義政権が誕生した。アンドレアス・パパンドレーは、ナト o と欧州共同体への加盟に会議的で、西側諸国を、 帝国主義国家と呼ぶほど真相派であったが、大きな外交政策の変更は行われず、NATO と EC への加盟は続行されたままギリシャは、引き続き西側諸国の一員として、冷戦の終結を迎える。2004年には1896年以来108年ぶりに、首都アテネにおいて2回目の夏季オリンピックが開催された。それに先立つ2001年には、 ユーロ導入も実現したが、工業生産力が、西欧諸国と比較して小さいギリシャの経済は、脆弱で、2010年には統計操査による巨額の財政赤字隠蔽が発覚したことから、ユーロ圏全体や、世界中を巻き込む金融危機へと発展した。2020年、新型コロナウイルスの感染が拡大。同年末までに2回のロックダウンが実施された。 ギリシャ議会議事堂国家体制として共和制を採用している。大統領が国家元首として儀礼的な責務に当たる。大統領は任期5年で議会により選出される。現大統領は2020年3月13日に就任したカテリナ・サケラロップル。行政府の長である首相は議会によって選出され、大統領により任命される。閣僚は 首相の指名に基づき大統領が任命する。立法二人、ギリシャ議会は一員制で、三百議席、任期四年、比例代表制による、直接選挙で選出される。七十年代の民主化以降、中道右派の新民主主義党と、中道左派の全ギリシャ社会主義運動が2、大政党として、交代で政権を担当する期間が続いた。 財政危機を受けた2012年の選挙では、二大政党は、得票を落とし、左派の旧進左派連合や中道右派の独立ギリシャ人、左翼のギリシャ共産党、極右政党の黄金の夜明けが浸透した。2015年の選挙で禁縮区受入れに反対した、シリーズが、比較第一党となり、ついプラス政権が誕生した。しかし、2019年7月の選挙では、 今まで最大野党であった中道右派の新民主主義党が39.9%の票を獲得。最大得票の党に与えられる50議席と合わせ、定数300の過半数となる158議席を獲得した。ND の三つおた党首が新首相に就任する予定で、7月中旬にも議会の信任を得て、新内閣が発足する。 1996年以来、中道左派 PASOK、OK、のコンスタンティノス・シミティス政権が続いていたが、2004年の総選挙で、コスタス・カラマンディス率いる中道右派 ND が政権を獲得し、2007年の総選挙でも政権を維持した。2009年の総選挙では、ゲオルギオス・アンドレアス・パパンドレウ率いる PASOK、OK、が勝利し、5年ぶりに政権を 脱会した。2011年10月31日、パパンドレウ首相は欧州による財政支援の受け入れと緊縮財政の是非を問う国民投票の実施を表明した。しかし、否決を懸念した EU 諸国に国民投票の実施を断念するように説得され、11月国民投票の実施を断念した。2011年11月10日、 ルーカス・パパデモスが首相に就任し、PASOK、OK、と ND による大連立内閣が発足した。大連立内閣は、緊縮受け入れと、翌年2月に総選挙を実施することを表明したが、緊縮反対派はゼネストで、これに応じた。若年齢での失業率が、世界的に見ても高く50、50%台である。また、政界における、 腐敗の問題も指摘されている。周辺国との関係では、キプロスの貴族問題で取ることは対立関係にある。2010年代半ば以降、ヨーロッパを目指すシリアやアフガニスタン、イラクなどから移民や難民がトルコ経由で押し寄せることから、国境安全保障上の観点で取ることの国境沿いに長さ40キロにも及ぶ壁を建設。 2021年8月工事が完了した。ギリシャ民族の国家であったマケドニア王国やギリシャ国内のマケドニア地方と同じ名を名乗るスラブ系のマケドニア共和国とも対立状態にあったが、マケドニア共和国が国名を北マケドニア共和国に変更したため、両国の対立状態は薄れている。2018年現在、約300人のギリシャ人が日本に住んでいる。 詳細は在日ギリシャ人を参照。ギリシャ最高峰及び神話上のオリンポス12神の居所であるオリンポス3ギリシャの国土は4つの地方に分かれる。ギリシャの国土は山勝ちである。ピンドス山脈には2000メートルを超えるミネがいくつもあり、北東のブルガリア国境にはロドピ山脈が東西に伸びる。ギリシャの最高峰オリンポス山は どちらの山脈にも属さず、東西南北とも15キロにわたって広がる独立した山海となっている。平原からそびえ立ち、山頂に雪を帯びたオリンポス山の姿は古代から神聖視されてきた。ほぼ全土が欠片の気候区分でいう地中海性気候に区分される。したがって温暖で湿潤な陶器と乾燥し、高温の夏季にはっきり分かれる。 首都アテネの平均気温は、冬季の1月が摂氏10.1度、夏季の7月では摂氏28.0度である。年平均降水量は383.8ミリで、これは同じ地中海性気候に分類される、ローマの約2分の1と少ない。なお、最北部は山岳地帯であり、冬季に気温が下がる温暖湿潤気候に分類される、 ギリシャのペリフェリア全土は、13のペリフェリア、74のペリフェリアキエノテキタ、325のディモスに区画されている。ギリシャ共和国の主権のもとに属する特殊な地域として、修道士による自治が行われている、アトスジチ修道士共和国がある。 アッティカ中央ギリシャ中央マケドニアクレタ東、マケドニアトラキアイピロスヨニア諸島北、エーゲペロポネソス、南エーゲテッサリア西ギリシャ西マケドニア、アトスジチ修道市共和国1999から2010年のギリシャの交際割合及び、ユーロ圏平均の比較 IMF の統計によると、2013年の国内総生産は2418億ドルであり、 神奈川県よりやや小さい経済規模である。同年の一人当たりの名目 GDP は2万1857ドルであり、世界平均の2倍を超えている。バルカン半島の国家の中では、経済的に最も豊かな国であり、一人当たりの名目 GDP は、ルーマニアやトルコの約2倍、アルバニアの約5倍である。 2008年には一人当たりの名目 GDP は3万ドルを超えていたが、近年は不況と財政問題で下落している。主力産業は農業、工業、工業、輸送業、観光業。農業では世界第3位の生産量であるオリーブや世界8位の綿、土10位の旗箱が際立つ。いずれも地中海性気候にあった作物である。 しかしながら、小麦やトウモロコシなど主食となる穀物の生産は、振るわず、食料を自給できていない。工業では、石炭が有力。石炭の統計は、品位別に分かれており、低品位で、主に燃料に用いる、アタン、カッタンでは、世界第4位である。マグネシウム湖にも富、鉄、ニッケル、貿易サイト、原油、天然ガスなど、 生産量は少ないながら10種類以上の主要鉱物が見られる。古代から地中海一帯で貿易を展開してきた歴史がある成果オナシスケ、ニアルコスケ、ラティスヤ、マルチノスケ、ロスケ、クルクンディスケ、リバノスケと海運王が多く、輸送業の中心は船舶であり、船舶保有量は世界第4位の2870万相当に及ぶ。 一般貨物船は船舶保有量の3%と少なく、オイルタンカー、鉱石や穀物用のバラ積み未船が80%以上を占める。このような比率は船舶保有量上位10カ国には見られない得意な傾向である。ギリシャ人選手はパナマやキプロスなど税制優遇措置を利用できる国に、 自らの船を登録することも多く、実態を反映していない可能性がある。ギリシャには輸出できる製品が少ないため、貿易赤字が続いている。世界遺産のケルキラ旧市街サントリーに等数多くの、古代ギリシャや、東ローマ時代の遺跡、移行、エーゲ海の風光明媚な島々などの観光資源も多く、観光も重要な産業となっており、海運業。 移民からの送金と観光業でギリシャの三大収入源となっている。オリンピックの開催地アテネでアテネオリンピックが開催された2004年の時点でギリシャ総労働者数の16.5%、約66万件が何らかの形で観光業に携わっており、さらにそれまでギリシャ観光を統括していたギリシャ政府観光局の上の組織として観光省が新設された。 色と面積で示した、ギリシャの輸出品目100億ドルの輸出に対し、輸入は300億ドルであり、慢性的な貿易赤字が続いている。しかしながら、輸送業、観光業などによって貿易赤字を、ほぼ重当できている。主要輸出品目は、医療、果実、石油製品である。これらに次いで、アルミニウムの輸出が多いことが特徴である。 主要輸出相手国は、ドイツ、イタリア、イギリス。主要輸入品目は、原油、機械類、電気機械である。主要輸入相手国は、ドイツ、イタリア、フランス。日本との貿易関係は、日本に対してナフサ、旗箱、貴金属製品を輸出し、乗用車、タンカー、貨物船を輸入するというものである。このことから、 ギリシャの石油化学工業や軽工業が機能しており、輸送業に必要な船舶を自前で調達していることがわかる。なお大理石の輸出も日本への輸出額の4.2%を占めている。1980年代に入るとギリシャの道路、鉄道はかなりの部分が近代化された。この中での重要な箇所にはギリシャ北西部と ギリシャ北東部を結ぶギリシャのエグナシアハイウェイが含まれている。リオンアンティリオン橋は中央ギリシャのアンティリオンとペロポネソス半島のリオンを結んでいる。ペロポネソス半島西部のピルゴスへ続くパトラアテネ高速道路の延長は2014年までに完成される予定となっている。首都であるアテネの都市圏では2001年に新たにアテネ国際空港が開港し、 さらに郊外を走る新たな民間の高速道路であるアッティキハイウェイが2001年に開通した。そして2000年以降アテネ地下鉄が拡張された。ギリシャの島し部と主要都市の多くはギリシャの二大航空会社オリンピック航空とエーゲ航空によって結ばれている。航路は水中浴船、カタマランを含む最新の高速船で運行されている。 他のヨーロッパ諸国では重要な位置を占めている鉄道はギリシャでは主要地位ではない。しかしアテネオリンピックを契機に近郊鉄道をプロアスティアコスがアテネ都市圏に新たに開設されるギリシャ国鉄のアテネ駅とテッサロニキ新駅間の幹線路線も複線電化されるなど鉄道インフラのスクラップビルドが斬新的に進められている。かつては アテネやテッサロニキから他のヨーロッパ諸国、バルカン諸国、トルコへ直通する列車が運行されていたが、2010年、欧州ソブリン危機により国鉄の経営が圧迫されたため、国際列車が全面運休となったこともある。その後、限定的な運行が再開され、2014年夏、ダイヤでは、 テッサロニキ新駅よりブルガリアとマケドニアセルビア方面の一部列車が運行している。また、ペロポネソス半島内の鉄道路線は、改め期されたプロアスティアコスの路線など一部を除き、2014年現在、全面運休が続いている。ギリシャの人口ピラミッドギリシャの公式統計機関で、あるギリシャ国立統計局の発表によれば、2001年の ギリシャの全人口は1、0960004、020、人である。内訳は、男性542万7682人、女性553万6338人であった。1971年、1981年、2001年と、ギリシャの人口統計は、過去数十年行われることがなかった。 2013年の合計特殊出生率は1.30人と少子高齢化が進む。2003年の出生率は1000人に対して9.5人であった。同時に死亡率は1981年の1000人に対して8.9%であったのが、2003年には1000人に対して9.6%と増加している。 2001年の時点で65歳以上の高齢者は16.71%、15歳から64歳までが68.12%、14歳以下が15.18%であった。ギリシャ社会は時を経るとともに急激に変化した。婚姻率は1981年の1000人に、対して71%から2002年まで低下し続けていたが、 2003年にはわずかに増加して61%となったものの2004年再び低下して51%となった一方で離婚率は増加しており1991年の時点で1000組に対して191.12意見であったが2004年には1000組に対して239.5組となっているギリシャ人のほぼ3分の2が 市街地に居住しており、2001年のギリシャ最大自治体は、アテネ、テッサロニキ、ピレウス、パトラ、イラクリオン、ラリサ、ボロスであった。ギリシャ人が98%、他にアルーマニア人、トルコ系、ユダヤ系、アルバニア人。現代ギリシア語方言の分布したる言語はギリシア語であり、北部と南部とで方言がある。北方国境では、スラブ諸語話者もいる。 ギリシャ人は長男に、父方の祖父の名を付けるなどの習慣があるが、性が普及したのは、有力貴族が成長してきた9世紀の東ローマ、帝国時代以降のことである。婚姻の際に性が変わることはないが、社会的な関係においては、配偶者が同意した場合のみ配偶者の性を用いる、あるいはその性に、自己の性を付加して使用することが認められている。 主たる宗教は、キリストノリマサ教会に属するアテネ大主教の干渉下にあるギリシャ聖教会である。ただし、クレタ島とアトスさんだけは、コンスタンディヌーポリー総主教長の管轄下にある。少数派としては、イスラム教やカトリックのほかネオペーガニズム運動の一つとして古代ギリシア神話の神々を信仰するギリシア多神教復興運動が存在する。 平均寿命は81.4歳。かつては、ユニバーサルヘルスケアが実現されていたが、国家経済破綻のため2013年には、加入率79.9%に転落し、長期失業者や保険に加入しない、自営業者が発生した。医療ギリシャ人に住者水上位50カ国19世紀末から20世紀を、通じて、何百万人ものギリシャ人が、 アメリカ合衆国、オーストラリア、カナダ、イギリス、ドイツなどへ移住し、各地でギリシャ移民らは成功を収めた。特にオーストラリアのメルボルンにはギリシャ人移民が多く、その数はギリシャ国内のアテネ、テッサロニキに次ぐ。この海外移住傾向は1980年代以降、 ギリシャ経済の重要な改善の後を収まりつつあったが、2010年からのギリシャの経済危機により、再び海外への移民が増えている。ギリシャは、欧州で、かつて、比較的治安の良好な国と評されていたが、経済状況の悪化や、失業率の増加等から、労働組合等によるデモならびストライキが多発しているほか、不法移民等による犯罪も発生しており、非常に、 不安定な状況に陥っている。その不安定さは、在留邦人や旅慣れた旅行者も、犯罪被害に遭っているほどで、主に都市部で犯罪が多く発生しており、アテネ市内では、日本人の犯罪被害報告が後を絶たない。特に都市部の地下鉄や、観光地では、スリなどの被害が多発していることや荷物の、 窃盗事案の多さから最大限の注意が必要とされている。加えて2019年における日本人の被害は120件に上り、2020年は新型コロナ禍の影響から件数が減少しているものの依然として被害が発生していることにより日本人の被害は増加傾向にあると見られている。現地警察をはじめ憲兵隊と 国境警備隊並び特別警察が主体となっている。国内への移民ギリシャ国内には外国人の移民もいるが、彼らは正式な書類を持たない不法移民が多い。ギリシャでは人種差別的な攻撃に関して有罪判決が下ることはほとんどなく人種差別が横行している。ギリシャの経済危機があってから彼ら移民はギリシャ人の不満の吐け口にされており、 特に攻撃にさらされている。ギリシャ当局も不法移民には厳しい態度で当たっており、国連難民高等弁務官事務所によれば、ギリシャの警察は会場で不法入国をする難民を乗せた船を見かけた場合、移民を乗せた船を引っ張ってトルコなどに押し戻す行為が行われているという。これにより船が転覆、死亡するものも出ているが、ギリシャはこれを否定している。 また、不法移民を収容する施設は過密状態で、不衛生であり、さらに交流期限は無期限となっている。アテネのヘイパイストス神殿現代ギリシャ発の劇場、及びオペラハウスである、ノビレテアトロディさん、ジャコモディ・コルフ・プラトン。全欧州哲学史は、プラトン哲学に対する膨大な注釈に過ぎない、期限前からギリシャは、哲学や文化、芸術に、 様々な影響を与えてきた。その影響力の大きさから、ギリシャはヨーロッパ文化のゆりかごと称されることもある。ギリシャの料理は地中海料理であるが、西方のイタリア料理のみならずトルコ料理やレバノン料理などの東方の地中海料理との共通性も多い。これには東ローマ帝国やオスマン帝国といった歴史から由来する。新大陸に 原産地とされて、移行食として加えられるトマトや他の野菜を多彩に使用する点が特徴とされているが、これは一定期間、肉食を禁じられるというギリシア正教会における、戒律にある。また地中海に面するためタコやイカ、そして魚介類なども使用する。ギリシャの代表的な料理として、タラモサラダやムサカ、ピキリア、ドルマなどがある。 このギリシャ料理は2010年にイタリア料理やスペイン料理、モロッコ料理とともに地中海の食事としてユネスコの無形文化遺産に登録されている。ギリシャ国内にはユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産は15件、複合遺産は2件の全17件が存在する。 1> 第1回近代オリンピックである1896年のアテネオリンピックオリンピック発祥の地。このため、オリンピックのギリシャ選手団は、近代オリンピックの開会式では常に第1番目の入場国となっている。国民に人気があるスポーツはサッカーである。ギリシャ代表は UEFA 欧州選手権に3度出場して2004年大会で初優勝。 フィファワールドカップは3度出場した。ドイツ分でスリーガでテオファニス・ゲカスが2006から07シーズンの得点王となった。またバスケットボールも盛んであり、2006年に日本で開催された世界選手権では NBA でプレーする選手が不在の中、ドリームチームを下し準優勝となった。海洋国家ということもありセーリングも盛んである。 セーリングは国技であり、その実力はヨーロッパ諸国においても強いと評価されるほどの高さを示している。西洋古典学でイヤをイヤと書くという習慣からとされているが、英語ではグリース、ギリシア語ではヘラス、アラーダでありイヤは出てこない。口述の通りギリシャ、ギリシア表記はポルトガル語グレーシアに由来するが、これもギリシアと発音するわけではないため、 いずれにしろギリシャ表記もギリシア表記も共に、本来の発音とは、かけ離れた、寛用表記の一つに過ぎない。ウィキペディア、記事名の付け方、ギリシャとギリシアの参照。ハンタヤザ、ギリシャ、カンタヤザ、キ、ゼラ。ありがとうございます。